かに小学生の時の一条くんと同じ顔ですね。住所も持ち物も同じで、この子本物の春彦お兄さんだと思うんです。だとしても私たちのこと本当にわからないんですか？はい、ルルちゃんのことも知らないんだ。私は春彦が中学の頃に出会ったから。自分が高校生だったことも忘れてるの？昨夜何があったんですか？何か覚えてない？何でもいいのよ。思い出してみて。春彦くん。ねえ春彦。ごめんごめん、大丈夫だよ。お姉ちゃんたちが絶対元に戻してあげるから。子供扱いしないでください。何言っても、今は子供でしょ。そうですけど。なんか可愛い。一条春彦です。皆さんよろしくお願いします。一条くんは朝起きたら子供になっていたそうです。なんか元は高校生だったみたいで。とにかくよろしくお願いします。かけた。かわいい。お前本当に春彦なのか？お姉さんたち、僕にいろいろ教えてください。授業にいいな。なんかおめえすげえモテ期来てんじゃん。行かないですよね。あ、僕のことはお気遣いなく。一人には慣れてますから。でも。そうね。誰かの家で預かるしか。レナ、レナんち広いんでしょ？私の家は家族が。そっか。くるみちゃんは？はあ、じゃあ私がやる。大丈夫、任せて。わかった。ルルにやらせるくらいなら私がやる。春彦、うち来る？うん、来いというのなら言ってあげてもいいですよ。いちいち生意気なんだから。多いです。だからあんた子供でしょ。着替えも歯ブラシも買ったし、あとは、あ、夜の楽しみが必要ですね。よいしょ。一冊にして一冊。ケチャップは。何やってんの？おいしいですよ。勝手に入れない。よいしょ。読書。若いのにおばさん化が進んでませんか？あんた今なんて言った？ねえ、なんつった？狭いですね。しかも散らかっています。片付けられない女性というのは人生の取捨選択に失敗するらしいですよ。私が古い子の家に泊まった方が良かったかも。はい、あー疲れた。あの、何？ケチャップでラブとか書いてもらえませんかね。子供のくせに何言ってんの。それからの私の生活は春彦と行動を共にしながら、勉学にバイトに、そしてファントム退治に追われた。いった。大丈夫ですか？大丈夫じゃない。マイお姉様、だいぶお疲れのようですね。ああ、目の下にクマができてるわよ。クマ？そのクマじゃないわ。ああ疲れてる上に超財政難なんだけど、先生のところで預かってもらえ。さて、そろそろ寝なきゃね。明日もバイトだし。僕もバイトします。何言ってんの、小学生を雇ってくれるところなんてないわよ。ほら歯磨きするからこっちおいで。ちゃんと磨いてる？磨いてます。ついてるよ。うん、よいしょ。あ、じゃあ電気消すよ。はい。何？やけに素直じゃない。
してきたんだよね、春彦は。どうしてわかるの？私も一人だから、なんとなくわかる。お姉ちゃんも？うん、ちょっと事情があってね。僕と一緒だ。お父さんは仕事で世界中を飛び回ってて、お母さんはこの間出てっちゃった。明日さ、バイトお昼までだから、終わったら一緒に遊ぼっか。でも明日は他のお姉ちゃんたちと僕を元に戻す方法を探すんじゃ。大丈夫大丈夫、みんなには私から話しとくから。あれだぞ、遊び疲れてそのまま公園で寝ちゃうぐらい遊んじゃうぞ。ほら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 、クスジかよ。ほらほらほら。どう、お姉ちゃんと遊ぶ？うん、うん、そうこなくちゃ。てりゃ。おお、やるじゃん。そーてーお姉ちゃん。はーい。あれ、お姉ちゃん。ごめんごめん、遊ぶぞ。どうしたの？僕、ずっとこのままお姉ちゃん家にいたい。